トリベに入った溶融した鉄を鋼に変えるために溶鉱炉に注ぎ込んでいるところ。アリゲーニーラ・ドラム・スチール・コープ・シャニテ1941年トリベとは、鋳造の際に溶融した金属をすくって型に流し込むための飛釈のような容器である。必要な機能としては、小さい鋳造品のためなら、 台所のスープ用お玉のような手で持てる鳥辺に持つ人間が熱くない程度に長い柄をつけるだけで十分である。成功書のようにより大きな鋳造品のためには車輪付きの特製の運搬車や頭上クレーンからスリングで吊り下げるなどの対応が必要である。鳥辺は鋼で作られていることが多い。最もよく見られるのは円筒型。 魚雷型リベとして知られるものは、二つのボギー車の間に取り付けられた水平の円筒型のものであり、溶鉱炉から液体状の鉄を移し替えるのによく用いられる。鉄製の外角の内側には、耐熱性の耐火物が 1mm から 150mm の厚みで付けられている。耐火物は、鉄製の殻を保護するとともに、保温剤として働く。 トリベは、リップポア,アー系式、ガタとボトムポア,アティーテ注ぎ式、ガタがあり、トリベは、上部が開いているものもあれば、カバーが付いているものもある。カバーが付いているものでは、ドーム型の蓋で、副射熱を保持できるようにしてあり、上部が開いているタイプよりも熱が逃げるのが遅くできる。小さな鳥ベはカバーがないことが多いが、セラミック筆で代用することができる。 中型や大型の鳥部は、トラニオンと呼ばれる、回転軸のある箱のついたクレーンに取り付けられる。鳥部を傾けるには、ウォームギアが用いられ、円筒型の外角を傾けるとともに、箱が重量を支える。ギア機構は、大きなハンドレで、手作業で操作したり、電気式や空気圧式のモーターで操作される。 鳥ベを傾ける速度を調整するのには、内部の摩擦ブレーキが用いられる。最も大きな鳥ベから注ぎ出すには、特殊な二つのウィンチクレーンを使い、種のウィンチは鳥ベを動かすために、二つ目のウィンチは、鳥ベの底にある取っ手に取り付けられている。二つ目のウィンチを巻き上げることで虎に、音周りに、鳥ベが軽動できる。ある種のトリベは、溶融金属に合金を加えるなど、 特定の用途向けに設計されている。また、鳥辺の底部にボーラスプラグが差し込まれており、ガスが鳥部を通って、用途中をバグリングすることとにより、合金化や金属処理を促進できるようになっている。ありがとうございます。